悪名高き中国の上官。上官とは中国独特の職業で、無許可の露天商などを取り締まる政府職員のことです。最近、多くの観光客で賑わう福建省アモイ市コロンス島の女性が、車4台で強制立ち退きに現れた上官隊と警官隊に対し、雄弁を振るって立ち向かいました。結局、通りに詰まった上官隊は、その場から離れました。この場面を目撃した通行人らが、女性に喝采を送りました。中国共産党才90歳、对不对？我们家房子100多年、这房子需要产权证吗？有这样的证容，为什么不到钓鱼岛去？为什么在鼓浪屿上老百姓家里呢？啊？是不是？中国的钓鱼岛需要你们呢？对不对？8月30日、この映像がネット上に掲載されると、瞬く間に大ヒットし、ネットユーザーからも、除血だと喝采が送られました。事件後、アモイの地元テレビ局が、弁護士と事件当時現場にいた上官の責任者を番組に招き、討論を行いました。出演した弁護士は、アモイの上官はめめしすぎる、法律執行の力を見せつけていない、と発言しました。これに対し、ネットユーザーはこんな書き込みを残しています。中国には野蛮な法律執行は山ほどあるが、義詰めで論争する度胸のある人はまだ少ない。この女性に喝采を送る。女性一人の勝利は弱者層全体の勝利ではない。野蛮な法律執行が一日でも存在する限り、被害者はまた現れる。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险势力相当大一家吗？